とうございます。12こんにちは、ありがとうございます。11マットジャック、マットジャックリロイさん、ありがとうございます。ナンバー新しい、やばいやばいやばい。6位ゆうとくん、ありがとうございます。5位カピカピごはんさん、ありがとうございます。4位しんちありがとうございます。名前バリおもろい。ヤッホーメロディー、こばりさんです。電車の黒さん、ありがとうございます。こよりさんです。皆さんでは今来たのに、ごめん、ちょっとじゃあこよのさ配信に行ってくれる、うん、映るからお願いします。みんなで全力でお祝いしましょう。皆さんでもあの雨とかちょっと雷とかもあるみたいなんで結構気をつけて来てくださいね。では前が向きた、ほなね終わりたいと思います。あの今夜の配信に私なんか映ってるんで、知らん間に皆さん来てください。では終わりたいと思います。じゃあまた後でね。じゃあナンバー新しい夜明け大作戦をするんですけど、あのとか言うお願いします。あの待って、今日こいちゃんビジュアルどうしたん、こいちゃん今日ビジュアルいわ。食べたのも、うん、食べたよ。早いね、早く触覚切りたい。にっちゃん、今言ってる、うん、にっちゃん、はい、やっていい、うん、何すんの、ショールーム、そうだよ。でもこいちゃん、ナンバー新しい夜明け大作戦だよ、今もう終わった、ダメ、わからん、どうなんやろ、ルール上、あ、ほんまや、5時やん、よくないね、それは、やめとこ。もうさ、終わりかけかと思ってた。じゃあ、ここで喋ってよ。で、何食べてる？どういうこと？個別握手会受付しましたよ。ありがとう。握手会で写メ会申し込んでありがとう。とんでもの涙好きです。ちょっとやったことねえよ。やばい、笑い顔がぶちゃいく。喉詰まる。何？何もないよ。今日のさ、曲紹介でさ、クロス、とんでもの涙、嫌だろ。出たいよ。どうしたん？どうしたん？え、素足やから叩いた、痛い。もぐもぐ、握手申し込んだよ、ありがとう。こうやって会いに行くか。なんでそんな妥協なの？ねえねえ、前髪さ、ちっちゃくない？ねえ、見てみ、鏡。じゃあ、あの時に切ったからやろ。短いねんな。こよりん、小さい時の視線と同じで可愛い。あれ？日曜日の公演も当選した。え、おめでとう。こよさん、おもろすぎんやったよ。店内がおもろいからな。こいつ。こいつ、なんで急に口悪なの？なんで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 土曜日の握手会行けるかわからんから写メ会申し込んで、ありがとう、嬉しい、うん、来てよ。川内さん、バイオリンありがとう。バイオリンかこれ、ほんまに音なしで職場から見てるので、バイオリンなんで笑ってるのかわかりませんが楽しいです、ありがとう。てんな、素足なん、カウス、なんかさ、素足の素豚の素やから嫌や、なんかタコとかじゃないからさ、てんな。ナンバ向かってるな、お二人どちらが雨女でしょうか。多分こよちゃん、てんな晴れは、こよちゃん雨、うんなん、うん、ダメやで、天井が見えたって映ったね、二人でいるとめっちゃ賑やかね、うん。急に口悪なる。てんな、その T シャツ似合いすぎている。ほんまに？ありがとう。嬉しい。嬉しいよ。何でも嬉しいよ。で、こよちゃんは白が似合うって言われるのがちょっと嬉しい気持ち。今日以上。こよちゃん、自信が伸びてるからさ、もうわかんねん。自信持って。それ自信。うま。それ初期微動。ちょっと違う。どっちもどっちや。握
かん。危な。赤ちゃんの頃の体勢で配信しようやって。ダメ。態度でかい。ハットさん、レインボーさん、ありがとうございます。何で知ってんの？見てるって言ったらいいにしたい。テンナの握手会も受け付けしましたよ。テンナの握手会も受け付けしました。せめて申し込んで。え、受付じゃなくて、ね、申し込んだんやと思う。うん、嬉しいね。でもコナちゃんのファンなのかな、わかんない、どっちか。今から劇場向かう、ありがとう。多分バイオリン違う。あ、違う。マジごめんね。マジええコンビ。おい。メイク済んでるよ。薄い？多分この。てなんね。顔が薄い。で、明る、明かりが明るいから。そういうことか。うん、飛んでんのか。嬉しい気持ち。こよてんの手もでも見るの久々で嬉しい。え、前出た公演？出てます。え、待っててんの？え、さ、二連ちゃんかな。これ三連ちゃんよってやってたけど。てんちゃんまだパウパウパウパと好きやって。あ、好きや。最近冷めてきてんじゃん。あんま最近まだ見れてない。今、あ、ちょっとあのヒロアカに、うん、見てるからさ。漫才してますって。はじめまして、いいコンビ。こよて面白すぎて遅らばせながらこよてショールームフォローしました。うん、ありがとう。した方がいいですよ。うん。もう結構おもろいよ。前髪がもうごめんこよちゃんが暴れすぎてね、ちょっとね崩れるんです。うん、そうやで。じっとしてね。こよ雨天な晴れなんかわかるわ。伝わったでしょ。おーい。ほらやった。私が外に出ないから変なテンションになってる。こよてん仲良しやな。テンション高いな。主要度はまだですか？自信ツッコミうまい。嬉しいね。こよてん最高です。こよりいつもそのテンションなんです。か入れて数で張ってない。わからん。でもてんながねいるとねおかしくなっちゃう。うん、そうやねん。みちょがねになる。みちょがね。何みちょがねって。みちょがねって何？てかこいつさ曲紹介せなあかんから。うん、して早く、うん、やばい。一番はまだまだ。はい、やっちゃって、うん、もう行ってしまうの。あ、もう胸焼けした今ので。スパーイ、スパスパー。あ、でもね飽きてないです、ね、見せたんか。あ、そうか。てんな、うつらだ。てんなファンの方が悲しんじゃうわ。え、多分おんねん、てんなファンいっぱい、うん、悲しまんよ。うん、ちょうがいいかな。あ、ちょっと待って、ちょっとここにいてね。あ、握手会申し込まんと。よろしくお願いします。1時で、1時で、1時が万事、1時でいっぱい販売になったらかっこいい。天の池田です。8日5日こよりフルで申し込みました。公演あります。ありがとう。3枚までやもんな、フルが。ありがとう。早く世代交代行きたい。待ってます。はちみつさん、アイス、しょうこさん、かわいいのやつありがとうございます。こよ天の社名申し込んだよ。え、ありがとう。こよ天の社名申し込んだって。ありがとう。ちょ、天ちゃん早く食いや。テンションバグって、嘘やん。結構普通やと思うんやけど。あ、こんにちは。こちら、アミタロです。かわいい、かわいい。飲み物、鼻に入るとこやった。大丈夫ですか？ね、やばいね。ちょっと短めやな。二人とも楽しそうやん。知り合いが、店内にパウパドの濡れ絵送ろうとして返された。かわいい。ロックロックさんや、そうなんですよ。2人の猫を戦わせてほしいやって。絶対やめて。絶対天南地の猫が勝つよ。だって倍だもん。倍の大きさ。こよりなんか食べてる。そうそう、梅の酸っぱいのを天南がくれて食べてます。あげた。今日調子良さそうやから一人称こよ待ちきたい。
そんなないです。ちー姉さん、レイン、お星様ありがとうございます。こんなあざとキャラ、こよりんだっけ？え？私今の配信あざとい出てた？出てないよね。てんちゃーん。ちー姉さん、星様ありがとうございます。姉妹に見えるやって。ウェーブの髪雰囲気違う。そうそう、今日ちょっと雰囲気違うかも。横毛がめっちゃ伸びてきててね、もうかほんまは ね、私この小鼻の横ラインなんですよ。だからもうこんなに伸びてるんです、2ヶ月分くらい。やばい、ほんまに。せーの、赤ぶれカルビさん、ハートダルもありがとうございます。どこまでもてんちゃん、ここにいた、お見送り楽しみにしています。てんなが消火器に変わった。ほら、てんちゃんがいなくなってるから。トヨテン好きです。ブームさん、お星様、カワンチュさん、レインボースターありがとうございます。ブームさん、お金魚ありがとうございます。てんちゃん、かよくえや。なんでそんな上がってんだい。何よ。ブームさん、お星様ありがとうございます。3枚かける3回申し込みやで、だから最大9枚。あ、ありがとう。あ、そうなんか、ありがとう。嬉しいわ。は、あみこよ、あみこよ、あみちゃん、3×3 枚やから9枚ですよ。ありがとう。そんなにマックスでありがとうございます。アミターンも言われてるよ。キャラクターものは NG なんです。そうそうそう。テンナさんと名字が一緒でちょっと運命感じた。だって。ん？池田さんやって言うんやって。へえ。まあ、かぶるよね。こんだけ人類をしたらね。ありがとう。塗り絵は書籍扱い。なるほどね。こよりんの声色の変化がもうアニメキャラみたい。おせやん、そんなん聞こえない。あ、そんなん聞いた、言われたことない。さっきからこよさんの声が、がんこちゃんにしか聞こえないの。がんこちゃんって何？どんな声やっけ、がんこ。え、がんこちゃん知らんの？え、ざわざわ森？え？ざわざわ森のがんこちゃん。何？ざわざわ森って。調べてくれ。え、がんこちゃんってあれやん、あのさ、みそたこちゃんのアイコンのさ、お姉ちゃんやん。あのキャラ、てんのめっちゃ好きやねん。あの水色の方、バスボムで出た。いや、なんかざわざわ森のがんこちゃんじゃないの、それや。うわ、すごい、ざわざわ森や。あ、こいっちょこ、え、今もやん。そうじゃないの、その子の声なんか聞いたことないんやけど。こっちこっち。え、小学校の時さ、見んかった道徳で。見たよ。え、じゃあ聞いたことある。別に道徳で見てないけど、2ちゃんで見てない。え、道徳で見てないけど、声ないの。声、坂組さん、え、な、これなんや。バイオリン香水アニメさん、ハートありがとうございます。天な黒いから青色似合うな。ありがとう。うわ、ナッツ、ナッツとか言ったけど、あの見た覚えないかも。最悪。最近のやつかも。あ、西ユウさん、西ユウさんの、誰が喋ってるか分からない。高かったわ、そういう。似てる。似てる、がんこちゃん。今聞いたけどさ、声あんま似てないかもしれん。あれちゃん、キャラ似てんじゃん。もうそれ、あのコントでのテンナのカツオの呼び方なってる。テンナは何かと目立つし。お母ちゃんさん、レインボスありがとうございます。ランキング発表しないともう半分過ぎてるで。じゃあそのランキングちゃうで、多分曲のランキングな、思った。よし、え、じゃあさばいていくします。多分錯覚だよ。確かに、覚えてー、がんこちゃん、がんこちゃん懐かしいよね。いただきます。座っていい、座っていい、座って座って。もちろんダメとかないでしょ。じゃあ好きな夏曲をちょっと知ってみる。
アミチュー、前髪かわいい。好きな夏曲ランキングとか言ってみる？言ってみて。聞かしてよ。好きな夏女ランキングはてんなちゃん。おししがおらんだ。れいちゃん、れいちゃん、コップは？やばい。あ、でも今日やばい時間。メイクしてないんか。マジでやばい。あ、でもまたな。うん。頑張れ。頑張れ。40分ぐらい。頑張れ。じゃあまず好きな夏曲ランキングちょっと発表したいかも、こよたん。こうちゃんの好きな、なんか48グループだよね。でもね、結構 NMB が多めになるかも。キュートよ。ね、てんちゃん映らなきゃ。て、てんちゃんファンも見てくれてるから。こよりんがサーバーになった。てんちゃんが乗っとる。ちょっとなんとか声で声大きいから似てるように感じた。頑固よりん。そっくり。頑固ちゃん。マジで？こよてん配信頼むよって来てるわ。ちょ、来てみ？一回来てみ？え、こよちゃん好きな夏曲ランキング1位しか思いつかへんわ。僕が負けた夏。マジ僕負け好きで、なんかほんまにね、あの歌詞の意味とかを理解してしっかり理解して聞くとまた意味が変わってきて、ただのアップテンポなノリノリな曲じゃないですよ、あれは。もうなんか、うん、配信してるよ。え、ゆかためっちゃ可愛いね今日。なんか、うん、え、待って、素で喋ってると思った。え、どんだけ変わらない。そう、私こうやったやん、自分の声。あー、そうやな、ユリイカも好きやんな、さすがに。ユリイカも好きやけど、でもなんか僕が負けた夏めっちゃ好き、ほんまに。僕負けほんまに好きで。花火職人決定戦とかやってんや、ありがとうございます。ユリイカも好きやな。皆さんユリイカの意味わかりますか？ゆりいかも好き。いい。こうちゃん自分のプレイリスト見たいくらい。バグバグ。頑固ちゃんなんてしまった。こうちゃんさ、頑張り。なんかね、発見っていうか、なんかでも分かったみたいな、発見もそうなんか、見つけた、分かったみたいな、ギリシャ語で。取りつかれたんや。もう三位は、え、夏曲やろ？夏色や。こんなにありえないから。君の自転車の後ろに乗せてブレーキいっぱいに握りしめて48って言ってるやん。ゆっくりゆっくり下ってく駐車場の猫。これめっちゃ好きてんな。降りろ。そろそろ降りろ。風鈴の音でうとうとしながら。それはさすがに1位やわ。ほんまに1位。よだれを垂らしてる UFO。 合ってる歌。合ってるよ、ほんまに結構合ってる。YGU48。
ズやな。正解。マジで好きこの歌。夏なったら絶対歌っちゃう。ザ夏。カラオケでも歌うわ。初見ですやって。挨拶して。え、3位か。あみちゃん。死んでもうわ、ほんまに勘弁してこれ。ねえ、こうちゃんのプレイリスト一回見たんやけど。お願いしてじゃ。何が夏曲かもわからん状態にいる今。じゃあ普通に好きな曲入れたら。勝手に変更しちゃってるやん。お題自体は。分かった。じゃあ NMB にしよう。変えたらあかんのか、そんな勝手に。ん？にらまない。視聴者さんにらまんといて。なんでにらまん。片目界隈。両目界隈。あ、片目界隈。雰囲気界隈。ノー、オッケーオッケー。にらみ会話。したしたよ、バッチリ。電車やからわらかさんといてやってって言われたら余計やりたくなるねんな。あべこべ人間だから、うん、あ、最後の五尺玉もいいね。ねえねえねえ、あのさ、NMB の夏曲さ、言ってくれへん。うーん、ね、それ悩みに聞くんが一番ええわ、うん、何があるやろって思って。あ、いいち、僕へのよりか。あとは何があるかな。虹の作り方とかめっちゃ好き。なんかさ、急に言われるとさ、出てこやんよな。出てこやん。あ、ヤミさん、イビサとか。あ、イビサな。あとはあれがあるよ。もういい。あかん。だいぶ変えちゃった。みんな電車の中やから笑かしてあかんってやっぱり。そうなん、うん、電車の中なんか威嚇されてくさ。あやみちゃんがあざといとぶりっ子の違いについて悩んでいました。なるほどね。あやみちゃん、電車やからバラカさんといてって。にらまれオタク。スクショしとこ、パシャパシャ。なんでやめて、電車の中で変なやつだと思われ。おかしい。ドリアンな。お母ちゃん、レインボースターありがとう。お母ちゃん、キングありがとう。あやみ、4曲選んだ。4曲選んだ。選びきれんよな。うん、でも3位を2個にしたん。あ、なるほどな、うん、みんな電車やからバラカしたか。ポニーテールとシュシュ。練習しな。大好き。やばいよ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 。え、なんやろ。あと1曲やねんけどな。レーナ素敵やわ、ほんま。やろうか。美しいよ。美しい。もうあんたの魅力に惚れてしまうわ。やばいよ、やばいよ。あれや、もう私あれや。もうあれしか思いつかん。僕はいないとか。私もや。あー。僕はいない。夏の…あ、ちゃ、これ頭サビじゃないか。めちゃめちゃあやみちゃんに頼ってます、私。てんちゃんどっか行ったし。ねえ、こうやって配信だったの。っこうやって配信っていうのもおかしいねんけどな。ちょっと待って、待って、今時間やばいって。あと5分だよな、やばたに。ショートカットの夏もいいよね。まさし、まさしもいいよね。こうちゃん好きな曲あってんけどな。なんで好きな曲忘れてんの。ね、よしみ選んでたね。よしみすごいいっぱい知ってるなって思って。でもこれも虹の作り方好きなんよな。虹の作り方好き。虹の作り方にしよう。好き、虹の作り方。待って、虹ってどこかに行け、立つか。え、違う気がする。虹ってこの感じ。虫に何やったっけ、さっき出てきたよ。あ、虫に、ええや、片
虫に、え、うん、カタカナありがとうやばいな、こんな漢字も書けへんの。え、作り方ってどうやっけ、漢字やっけ。うん、多分うん、漢字こうか。うん、そうだね、ありがとう。こうちゃん、虹の作り方ですね。ありがとう、皆さん教えてくれて急に結構ランキングを変えたんですけど、好きな夏曲ランキングにしました。私ね、夏曲ほんまに、夏曲って本当に天才ですよね。ありがとう、あやみ、教えてくれて、バイバイ。虹ってなんで虫なんやろ、確かに。ということで、そろそろじゃあ最後に書いて終わりたいと思います。もうね、結構ね、もうほんまに、あ、もう間違えた、なんやろ、ほんまに手のきたねえねえ、決めたよ、こよちゃん、1位、2位、3位決めたよ。僕負けはそういえばさ、てんなやったよな。はい、あいった、ね、今思えばさ、でもさ、てんながさ、僕負け選ばれた理由わかるくない、夏やからもうそん時から夏女して、多分そうやと思う、小より的に。わらじゃん、どんだけ夏女なんだよ。若竹が来ました、こんにちは。あ、配信なう、配信なう、ねえ、あげすえ、あげんじゅー、やめてやめて、若竹、若竹やめて。こんな感じになりました、やばい、ね、NMB になっちゃった、全部NMB さんになりましたね。達おじさん、星ありがとうございます。ではでは、結局1位は夏色ですか、チータ夏色は、私そんな聞いたことないから、そう、日本の曲あんまり聞いたことないから、いや、そろそろ終わりたいと思います。なんで最後テンナこやんの、テンナさん、てんなさん来ないので、え、僕って漢字おかしい、え、僕、え、僕ってこうじゃないの、え、なんか違うんだけど漢字、え、こわ、僕ちゃんこんな漢字弱いかったっけ。ねえねえ、てんないた、なんで来ないんだ、練習してる切り替え早いな、てんな、ほんで、はい、ではでは、もうありがとうございました。てんなは嵐のように去っていきましたので、じゃあ皆さん、また今から聞きます、何を聞くの、夏色もしかしてありがとう、私最後はちょっと私だけになってしまったんですけど、テンナのファンの皆さんもありがとうございます。じゃあそろそろ男女呼びますね。13位かわんちさん、ありがとうございます。12位しげやんさん、ありがとうございます。11位トラボルタさん、ありがとうございます。10位はちみつさん、ありがとうございます。9位みそたこちゃん、ありがとうございます。8位松尾さん、ありがとうございます。7位ちいね、ありがとうございます。6位坂組さん、ありがとうございます。5位達おじさん、ありがとうございます。4位ブームさん、ありがとうございます。3位おかちゃんさん、ありがとうございます。2位おぎおぎさん、ありがとうございます。1位ハットさん、ありがとうございます。ありがとう、皆さん最後までありがとうございます。待って、次いつ、次誰や、次誰、ちょっと待って、ヘルプ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 、あやみー、あやみちゃん、ちょっとさ、次のメンツ見てくれへんかな、ごめん今無理やばい、次着替えてますね、みんなどうしよう、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待機して、誰かが通ったらちょっと聞きたいと思います。ちょっとやばい、ちょっとやばいかもしれん、私次誰やったっけな、一回塩分食べます、一回塩分、やばい、人おらんねん、マジで、一回移動するわ、ほんなら、ね、次のメンツ誰、え、次のメンツ次、いや、知らないな見てほしい、見てほしい、みそ
ありがとう。みそらちゃんに頼みました。ほのぴーでした。みなさん、ほーちゃんでした。ありがとうございました。みなさん、ご視聴していただき、この配信が良かったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ごめん、今日はちょっとあんまり美女が良くないんです。私髪が伸びてきてるから、ごめんね。化粧が、私ね、ちょっとね、今日むくんでるからダメなの。可愛くお化粧してもらったんですけど、今日の主役が教えてくれました。次はほのぴーちゃんです。皆さん、ありがとうございました。よろしくお願いします。じゃあこの後公園でみそらちゃんを一緒に応援しましょうね。グッドボタンはハートです。白の方はピンクにするしたらいいことであります。じゃあ皆さん、見ていただいてありがとうございました。この後会える方は会いましょうね。またね。バイバイ。ありがとうございました。